するしない？どうも、ひなたあいこです。麻雀の匠、今回のゲストはキムテヒョンプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キムさんがやってきました。いや本当にね、ありがとうございます。素晴らしい番組と思ってたんで。見てますか？いや本当に見てますよ。めちゃくちゃ勉強になる。素晴らしい。そんな中で今回は匠としてこの椅子に座りました、はい、ね、私でよかったな。いや喜んでですよ。本当に来てくれて嬉しいです。いやもちろん、あの呼ばれたからには出るんですけど、やっぱり今までのもう匠勢がすごいじゃないですか。あの同じランクですけどね。そっか、一般ピーポーから見ると。そうなのか、キムさん。はい、そっかそっか、ありがとうございます。本当に今回、うん、協会ルールを打っていただこうと思うんですけれども、うん、私に合わせて、はい、協会のチャンピオン、ジャン王様でございますから、ね、連覇してますからね、うん、ありがとうございます、はい、このルールで、うん、キムさん大事にしてるところってどこになるんですか？やっぱりまず一つ大きなところ、順位点、トップの順位点が大きいので、うん、おかわりということで、とにかくトップ率を高めないといけない。はい、あの4着3着引く可能性をちょっと高まったとしても、うん、トップを取りに行く。まずこれが一つ。リスクは高くてもトップのためなら前のめる曲があると、はいはい、そうです、うん、はい。あともう一つは、あの赤がないので、自分自身は手役をね、なるべく狙ったり、あとは相手の打点も低くなりやすいので、はい、押し引きがね、ちょっとコツがあるんですよ。気になるあの噂では、今までキムさんは自身の麻雀にあまりこう周りにお話しされてこなかったって聞いたんですけど。知ってますか、はい、その話を。麻雀界ではかなりこう噂になって、はい、あれは本当ですか？いや本当にね、僕ジャン王を取るまでは、はい、自分の手の内はなるべく晒さないようにはしてたんですよ。やっぱりそうなんですね。はい、やっぱりね、手の内がバレるっていうのはかなり損だと思ってるんで、うん、思考は言ってこなかったと。そうです。あ、もちろんごく身内の人にはすごい喋ってたんですけど、もう誰でも彼でも自分はこう打ちますっていうのは控えてましたね。それをもう2回取りましたからね、はい、そうなので最近は結構喋っていってます。じゃあ今日は、はい、あ、今日はもうもちろんありがとうございます。全部さらけ出します。はい、では早速打っていきましょう。はい、ドン一曲開始してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん手配を開けてください。キムさん、シャーチャーでスタートしました。トーン1曲、はい、ドラはシャー、おー、ハイパイがこちら、うん、3トイツ、トンがトイツ。そうですね、まあ、あのまず私の麻雀感を語るにおいて、はい、あのテーマっていうのをすごい大事にしてるんですよ。テーマ、はい、毎曲テーマなしでは打てないと思っていて、まあ、細かく掘り下げるのはおいおいにしていくんですけど、基本的には、はい、20% から 25% しか上がれないっていうのがもう本当に心から理解してほしくて、みんなには 75% から 80% は上がれないんですよ。そうですよね、はい、ほぼ上がれないんですよ、うん、マージャンって毎曲毎曲、うん、10曲あれば 2,3 回しか上がれない。 7,8 回はもう上がれないから、まず上がれない時にどうするかをちゃんと考えておく。守備に関してですね、それは。そうですね。で、今もらったこの手だと、はい、現状ゼロメンツなので、うん、上がれない可能性高いです。これはこの時点ですでに上がれない10曲中 7,8 曲の曲に入ってるかなっていう感覚があります。え、今この時点で、はい、テーマを掲げた時に、はい、これはほぼ上がれないぞから入るんですか？そうですね、はい、うん、やっぱりせめて1メンツ、はい、まず目安としては、うん、ハイパイ時に1メンツがあるか、うん、ないです。はい、もしくは6巡目経過時に、はい、あの最低でも1メンツ、うん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 、まあ、ハイパイゼロメンツは直ちに諦めろとは言わないんですけど、6巡経過でゼロメンツはもう諦めた方がいいんです。はい、現実的ですね。そうですね、それを考えとかないとやっぱり、不要、普通に打ってて振り込んじゃうんですよ、うん、不利な勝負をしないといけなくなるんで、あ、じゃあまず現状これは、はい、不利な手をハイパイをもらいましたと、うんうん、それをどうやって高めていくかと、高めていくかというと、じゃあもうこの手はどうせ10曲中の7、8曲の方に回らされるから、
どうせ上がれないんだったら高い手にしちゃおうかなって、たまに上がれる高い手にしちゃおうかな。はいはい、それだったら遅くなっても、うん、そう頑張りがいはありますもんね。そう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 、どうせ降りるんだし高い手にしとこうネガティブなんだかポジティブなんだかちょっと難しい感じになりますけどじゃあ、うん、泣かないってことですか。だから泣くの。あ、こういう系ね。そう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 、この辺をね、あの辺が、はい、そう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 なるほど、うん、集めていって本一にしとけば、もしできた時にすごい偉いし、まあできなくてもこっから本一向かうって確かに遠いんですけど、うん、まあどうせこれ降りる手なんでできなくてもいい。はい、じゃあ1番目からこれは仕掛けない、はい、そうですね、はい、まああと他は泣かないですけどね、はい、これだけは泣いて、うん、ここはね何とでもまだ自力で何とでもなるんで、わかりました。はーい、テーマを持って戦う、そういうテーマがまず第一で、ただ、はい、もうすでに方針転換の可能性があります。今ね、はい、ハイパイのテーマ語って、はい、第一質問そうどうしますこれは高い手にするっていうので本一って発言をしたんですけど、はい、これでね三色の種の孔、マンズ、ピンズ、ソーズというね、はい、種が、三色の種ができたんで、こっちの高いコースも出てきたなと。残しとくわけですね、じゃあ視野に、うん、ダメ元のこの高いコース、うん、やっぱネガティブのワードつくんですよ最初にね。そうです、ダメ元上がれそうにないからの一応高い目線、はい、そうです。なのでじゃあ残すを3はこの本一と三色両方見るなら、うんうん、まあ、2枚切れのこれすでに手配不要か、そうですよ、すでにですよ、それかこれになるんですけど、うん、どっちを選びます今回。まあやっぱり大前提でこの曲は折になりそうなのでこれはお宝ですね。はい、残しておきましょうか、はい、これ一番の宝物です、うんうん、はい、安全牌が一番の宝物ということでパーワンから切り出しました。はい、周りのこの打って出てくる牌っていうのはどれくらい意識します、スタート時は。出だしつもぎりを見るは必ず見て、うん、3巡ぐらいでちょっとまず最初の判断をします。おー、はい、じゃああともう1周した後ですね。そうですね、うん、ただ第一打が例えばもうこのチュン薬牌っていうだけでそれで全ては判断しないですね、うん、チュンの後に何が出るかで、さらにその次何が出るか、だいたい最初の3枚ぐらい見ないと、もうこうだとはちょっと言い切れないんで、テーマを決めて3部構成まで確認してからの物語始まっていくわけですね、はい、そう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 、いやー小説みたいなるほど、わかりやすい、はい、さあどうだ、うん、どの道に、あ、これでね3色はもうやめますキートイツにも見えてくるんですけど、さすが、さすが、はい、ありがとう、眉毛動きましたねってことは今ね、はい、統一が 1,2,3,4 4つ目ができたんで、はい、ゼロメンツ4統一はもう圧倒的チートイツ有利です。うん、はい、なので本一も見たいし三色も見たいしチートイツも見たくなったどれか見切らないといけないんで、欲張りさんですね。まあ今回は3色が優先度低いですかね、うん、そうですよね、うん、3色は結局不確定に確定しづらいし、そうですね、1個ずれたらずれちゃいますね。そう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 、結構ね泣いちゃうんで、もう3色枚数が欲しい牌が薄くなったらね、本一は泣いても高い、チートイツはもう泣けないんで自然と高くなる、うんうん、ってことは3色を見切ってキングだな、はい、で、はい、あとこの後、はい、前順もパワーワン切った後も言い忘れたんですよ、トンを泣くかが結構難しいんですよ、はい、今変わったのかなと思いました。ハイパイ時点ではもうトンだけは泣いて本一一直線予定だったんだけど、うん、3万を引いて3色が見えたあの1パワーワン切った瞬間、うん、トン泣くかがかなり微妙な点になってました。トン泣くってことは3ワン引いて3色も見たのにすぐ見切ることになるんで、そうですね、まあでもビサでトン泣いて本一に行こうかなっていう気はしてました。やっぱり3色は面前で仕上がってこそ価値あるんですけど、
うん、この手は結局、うんうん、ハイパイゼロメンズなんで、メンズ手は結構厳しそうなんで。3色見切って、チートイツも見えてきた、うん、今は今は、はい、パワー1切った一巡経過時点よりもより泣きやすくなりましたね。おー、泣きやすくなった。うん、3色を見切るんで、リャンピンを切るということは。うん、うんうんも、そうですね。本一がちょっと色濃くなったんで、この3層引きによって、うん、はい、これはもうトンは泣いて、トン泣いたら3万なんかを切って、うん、本一本線のただトイトイも視野に入れてっていう感じになりますね。はい、深い、うん、で次例えば、うん、そうだな、ね、チュンも2枚切れ、ナンも 2枚見えてるんでね。そうなんですよね。そこも踏まえるとどうなんですかね。難しい。ちょっとトイトイ寄りになりましたね。このナンとチュンがもう価値のない牌になってしまったので、はい、うんうん、ナンとチュンがまだ価値ある場に出てないとかだと、うん、トンをポンしてマンズを落として本一に行きやすいんですよ。でも現状ではなんとチューンがもうないのに、ね、本一に向かうと本一のターツが足りてないんですよね。足りない、はい、上がるには5ブロック4メンツ1ジャンと5ブロック必要なんですけど現状全然、ね、メンツがないどころか、うん、もうブロックすら足りてないので、うんうん、本一よりはトイトイよりです、うんうん、なるほど。ウーワンは使う。お、この発は嬉しいです。ションパイですね。はい、もう重ねに行きたいですね、うんうん、はい、先に3ワンですか。そうですね、いよいよ本一のウェイトが何パーかずつね、徐々に1巡目2巡目3巡目本一率がアップしていってますね。さあそしてね、もう注目してた三部構成が今もう3巡経過しました。はい、今のところ特に怪しい情報はないです。普通基本的な自然な捨て牌に見えるということですか。はい、そうですね、この時点で、はい、これぐらいの捨て牌で何かを判断するっていうのは危険だとは思います、うん、はい、って言ってたら来たね、お宝がね、なんか並んでましたね、はいはい、これで、はい、私の構想としては、うん、ヤクヤクトイトイがもう第一本線になりました。満貫ですね。満貫です、うん、はい、まあここでチュンかナンのどっちかを切ってチートイツのイーシャンテンにするんですけど、はい、もう泣きたいです数字から泣きたくなりました ね、 これ で、 ね、できたらそっちがいいですよね、はい、で、うん、この手の未来って、はい、結構もう2フーロ3フーロ大前提になってくるんですけど、確かにそうすると自分の手がすごい注目されるんですね。そうですよ、泣けば見られる、うん、その時に自分の捨て牌からみんなは僕の手を読んでくるんですよ。そうですね。なのでその前提で今度は相手に誤情報を与えたいなと。え？せっかくパーマン、はい、リャンピン3ワンでスタートできたんで、うん、ソーズの本一に見せたヤクヤクトイトイのウーマンをキーハイにするっていう、ね、っていう構想が今第一になります。キムさん本当ストーリー仕立てなんですねそう、ストーリー仕立てです。いや面白い、はい、なるほど、はい、あ、じゃあ操作まだ切らずに、そうなのでこのリャンソパッソなんかは演出か、もうトイトイにするなら全然いらないんですけど、うんうん、本当ですよ。なるべく引っ張ってソーズの本一に見てもらいたい。で、まあ、酸素かローソどっちからのポンは必須なんですけど、はい、トンとハツと酸素ローソどっちかポンして明らかな想像本一ですよって作っといて、ウーワンロンフィニッシュが結構やらしくて私好みです結構エロティカですね、はい、そうです、はい、なるほど、やっぱりマージャンはやらしい人が勝ちやすいんで名言、はい、どっちからいきますか、まあ、そうですね、いつどっからリーチが来ても、はい、一番安牌として優秀なのは2人の現物のチュンですね。そうですね、ナン、ね、はドラヒョウですね。ドラヒョウで1人の現物だけになっているので、はい、チュンは2人の現物と丁寧に安全牌の押し方選んでいきます、はい、うん、でウーワンフィニッシュをしたいとは言ったけど、はい、ウーワンポンからでももちろんスタートします、はい、その場合はウーワンポンになった場合はリャンソーパッソーなんかをなるべく先に切って、うんうん、酸素やローソの統一がバレないようにします。やっぱり人間、はい、233とか668ってつい残しちゃうんですよ、うんうんうん、
うん、シュンツも偉いからね、はい、でもやっぱり高い手を上がるのがまずポン。さあ、はい、そんなことを言った間にウーアンが出た、はい、ここからね動いて最大のエロはなくなってしまいましたがまあでも前進、はい、選ぶのは2なのか8なのか、はい、この場合 は、はい、ま、馬強はあんまり大事じゃないんですよ、この手の何手、ね、もう、この手は躍々トイトイにし絶対したいんで、三走、老走、トン、発のうち3つが打たれる可能性をとにかく高めていくのに尽力する、うんうん、やっぱり将来ね順目が立った時に、はい、3走となんかのシャンポンでテンパった場合に2走が先に切れてると少し盲点になりやすくなるんですよ、はい、最後に出てくるとその近く絶対あるでしょってなりますもんね。そうそうそう、やっぱりそば点っていうのは一番ケアされるんで、例えば2走233をねついいい形だからって残してて、うんうん、まあチュン切りますで、まあ、トンカツ泣きますパスト切りますで、まあ、もう一個薬杯泣きます、うん、最後2走切りますだと酸素が透けちゃう、めちゃくちゃケアされちゃうんで、ね、で2走残すメリットはいい数走を引いたら使える早く上がれるっていうメリットあるんですけど、やっぱり高い手で上がりたいんで今回のテーマがね、はい、そうです、安いのはいらないと、そうです、はいはい、とりあえずなので2から、はい、うん、トイトイに向かった場合にはトイツの一つ隣の牌は真っ先に切ってください。いやー勉強になりますね、はい、こういう2を残す局面と残さなくていい局面の差が明確ですね。ああそうですね、うん、やっぱり展望状況とかトンバカナンバカで随分変わるんですけどね、うん、今スタートですからね。そうそう、これが4万点持ちのナンバとかだと話は別、ね、もうそうだったら3層とか切りますよね両面固定してね。そう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 、さあまだ誰からもリーチは入っていない、うん、ちょっと馬強の情報出てきましたよね、はい、もうこの時点ですでにマンズがかなり安い、安いですね、はい、で私にとって最悪なのが総図が高いですね悲しいお知らせ、最悪ですね、本当ですね、これは、はい、自分の川は見ないでくださいね、はい、場の山に残ってる牌を読むときで自分の川は基本他3人の手牌を見て、マンズが 1,2,3,4,5,6,7、 まあウーアンも8枚マンズが3人から8枚のマンズが切られた、ピンズが2枚切られた、ソーズは1枚切られたって、ソーズが一番悪いと、これはもう最悪です、うん、ただもう自分の手が8000点見えてるんで価値はあります、はい、気にせず、はい、でこれもさっきのギャンソと同じ理由で、うん、統一の一つ隣の牌は真っ先に切ってください、はい、トイトイの場合は。もし次にチーソーとか来た時どうするんですか。チーソーはつもりります。あ、かっこいい、はいなるほど、はい、ちょっと来ちゃった受け入れようじゃなくてさよならなんですね。そう、いいところ聞くねチーソーはね、それチーソーつもりるぐらい来たポン、ローソーが出たポン、はい、これで2つ目の風呂、はい、これでね、はい、かなり上がれる目処が立ちましたね。やっぱり自分の手がかなり2つポンで注目されちゃってるんですけど、狙ってますよ、まあ、言うて自敗はまだまだ打たれ数敗に比べたらね打たれやすいんで、もちろんもう注目浴びちゃったんで、うん、悪い手の人はトンとかハス切りづらくなってきてると思うんですけど、はい、まあでもこのルールやっぱり自然と面単品でリーチ来る人もいれば、リーチ後にね、うん、トン初つもじることもあるし、ドラのシャア持ってる人はやっぱり、ね、うん、に僕に対してトン初怖いとは言え、うん、切ってくれることもあるんで。でもキムさんの手配先にウーソーを切ってますからね、6のトイトイ、もう怪しいよね、はい、トイトイはかなり、はい、これはみんなの思考に入りそうですね、はい、そうですね。なのでウーソー先切りでローソーポンダパッソーはすでにトイトイに見えるから、トン初切ってきた人は相当な手が入ってるっていうのも分かりますね。逆にその人もやばいってことですねやばい、そう、僕ね結構風呂率って高いかもなって思うんです、はい、まあ、データで取ってるわけじゃないんで分かんないんですけど、
あの人より泣き多くて、泣いてるとすごい感じるんですけど、はい、押し引きしやすいんですよね。手が入ってる人が分かりやすいんで、あ、うん、全員面前だとね、うん、ションパイのトーン切られたぐらいで別にそこが怖いなとはならないんです。この仕掛けにションパイのトーン切ってきた人は相当手が入ってるっていうのは、速度読みには泣きは有効なんですね、うん、そう、うん、状況にちょっと変化を自分から与えていって、うんうん、それに対して他3人がどうするかを見るのも結構参考になりますよね。さすが物語作るのうまい、はい、これはこれはナンが完全安牌、4枚目、チュンは2枚切りまだギリギリカメチャのに当たるかもしれないんで、はい、基本はチュン切りなんですけど、ただ違うんだ、あんまりもう手出ししたくないんですよ、はい、手出ししたくない、はい、それはどうしてですか。これは僕の麻雀がバレてる前提の話にもちょっとなっちゃうんです。僕結構ね、遠い仕掛けもよくする、うん、っていうのは結構バレてるところが世の中に、はい、2個泣いてもまだテンパってないってよく思われるんですよ。あら、そっち側の方ですね。そっち側の方なんですよ、はい、それそういう僕がやっぱりここで行って手出しすると手が進んだかなになって、しかも安牌ですもんね。そう、他の3人から見るとキムテンパったかなっていう比重が上がっちゃうんですよ。それは嫌なんだ。いや、そう、打たれづらくなっちゃうんですよ。なのでまだあの人遠いしどこ行ってるか分かんないしって思われたいんですね。そうそうそう、じゃあのつもぎりだ、つもぎっちゃいましょう。ちょっとすごい、はい、1個の切る順番でもその思考が入るんですね、はい、あんまりもうこの2枚切りのチューンとちょっと心中してもいいなって、なるべくつもぎりにしといて、うん、なるほど、変わってないアピール、まだいいシャンテンだよ、僕まだだよって、そうそう、下手したらリャンシャンテンだよって言いたいあるんです。リャンシャンテンもありますもんね。あるあるある、こういうのがね、チュン初シャーとかっていうのでも、まあ たまにポンしていくんで僕は、はい、特にウーソサティディリのね、ウーソポンがかなり無理してるんで、はい、バラバラだよって思っといてほしい。なのでスムーズにここはつもぎりを続けていきます。そうですね、その間に周りもマンズが安く、うん、ね、いろいろ切られてはきましたが、うん、今のところ強い牌、僕のトイトイに対して強い牌を切ってきてる人がそんなにいないんですよ、うん、なのでやっぱりドラのシャア1枚とかの人はもうかなり受ける曲になってると思います。じゃあすごいこう、もうドラが固まっててにはまだ見えてこないってことですね。誰かに、はい、それはそうね、分かんない、分かんない、まあ、でもやっぱり4枚のシャアが誰かに2枚あるとしても残り2枚はやっぱりばらけてる可能性もあるんですよ。1対1対2とかでばらけることもあって、まあ、2枚の人はじゃあ怖いけど1枚の人はもう結構死んでるだろうなと、うん、いう感じで、この曲すでに、うん、1人2人は、そう、1人2人はほぼ脳天になるだろうなっていう感覚です。でもそのスタート時にはかなりこれは厳しい折りになりそうだし、うん、上がれないしって言ってたのに、うん、確かに今一番手走ってる感覚じゃないですか。確かに、うん、さあ強い牌がまだ出てる様子はないか。そうなんですよね、トイトイのケアってこれまた難しくて、うん、上級者だとトイトイのケアしてるなっていう打牌よくわかるんですけど、トイトイにありそうな、うん、トイトイ向かう人ってチュンチャンパイばっかりのトイトイ予定では発信しないんですよ、うんうんうん、確かにトイトイに行くと心理として嫌ですね。そう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 、あ、でもあの急走なんかは結構強いなって感じますよね、はい、まず場にションパイである。本当だ、はい、で一応私がウーソサキリリのローソーポンでパッソーギリ、はい、うん、急走は全然トイツでもおかしくない。それでも切れるってことは何か理由があるんだ。うん、うん、自分の手がいいかもしくは急走が見えてるかとかですか、ね、うん、そうですね、そのどっちかですよね、はい、なのでまあそもそもパーピンもちょっとピクッとはなってる感覚です僕的には。あのパーピン、はい、まあ、ただやっぱり、はい、場に1枚だったんでトイトイ率は低いんですけど、うん、でもまだ前向きに進行してるように見えてるってことですね、うんうんうん、はい、うん、今度は3ピンが出てきました、うん、あ、やっぱションパイをね、どんどん切ってきてるっていう人は、はい、トイトイのケアはそこまでしてない。
もうドラのシャアが1枚孤立とかで、うん、あのドラのシャア切ったところでリーのみだとかっていう人はあのもうションパイすら切ってこなくなるんで、トイトイに放獣するのが嫌でね。じゃあ前向きに進行してる可能性も高いですね。そうね、はい、まあもうこれはチュンと真珠なんでこれはねもう本当この酸素トーン発以外は全部つもりになりそうですね。まあシャーだけは残すかな。これは瞬切りになります。うん、ただやっぱりみんなが降りると、はい、この手は天敗する入らなくなりますよね。あ、うん、確かに、うん、まあでもそれは結局トンとか発止めた人は脳天になってるんで。そうですね、うん、まあハイパイ時点でのゼロメンツのねほぼ降りるであろう手からすれば全員脳天とかは同じなんですけど。うん、親はどうだ。いやもう全然弱いですよね親なんか邪悪 なんか生き物みたいな感じですね今母がやっぱ親が合わせ打ち通ってる牌ばっかりなんですよ。手出しで三品もリアンソもロ ー, マ ロ, ー、まあ、ローマンは11巡目に親が切った牌ですけど、はい、トイトイのは結構通りそうで。そして三層が出ました、はい、出ましたね。三層はポンですね。はい、これ酸素ションパイですけど切ってきましたね神ちゃん。そうですね、もしかしたらなんとか天敗ぐらいは見える形になってるんでしょうけど、うん、まあでももう自分がね、4-2-2-5-2の天敗になったんで、もう気にしないですね。この手はこれで完成して。すごい完成まで来ましたね、はい、もう何があってもオスキル一手ですね、うん、リーチを受けた一発目にシャアを掴んでも切る手です。はい、もうなんか目がキラキラしてますねこれね、あのスタートはね満貫にしたかったんですけど、はい、ね、5200とはなりました。そうですね、うん、まあそこは確かに不服ではあるが十分ですね。まあ十分ですね。他の3人からはやっぱり、はい、シャーシャーがあったら相当怖いなって思われてるはず。シャーシャーの、まあ、シャーで放獣はさすがにもう多分、うん、シャー切りたくなった人は打たないと思う。シャーの片割れで打つのも嫌なはずなんで。高いですもんね。そうそうそう、なのでそれこの3風、いよいよ3風呂した私に何を切ってくるかもねちょっと見ものなんですけど。なるほど、うん、あと1回ですね、ツモは。そうね、まあ、親は間違いなく脳天で。おう、上下は張ってる可能性はありますよね。なるほど、はい、ただ張ってたところで私のトイトイシャーシャーの片割れに打つかもしれない牌を掴むと降りてくれるとは思うんですけど。このチーピンはどうなんですかね。チーピンなんかも、自分の手に2枚以上あればトイトイに刺さる可能性がねゼロとか低いとかだと切ったかもしれないですよね。はい、私はまあそんな、まあ、考えたところでもうリーチの一発目のシャアすら打つっていう人は。おお、さあローピンツモはしもちゃん、この手はチートイツ、うん、ツモチートイツ800-1600のツモ上がり。さあということで皆さん手を開けてください。今回このようになっていました。恐ろしい手が入ってますねあでもトンやっぱり打てないと、うん、いうことで親も的確でした。まあね、枯れない。しかも親ローピンも当たりだし積んでますね。本当だ、積んでる。彼は積んでますね。あら、親なのにかわいそう。これシャア引いたらローピン切りとかになりそうですよ ね宝珠ですね。こっちに宝珠なんだね。でもシャアだったりを持ってきたら嫌だからやっぱりリーチ打てなかったってことですもんね。そうだね、うん、読みは的確ですねキムさん。まあ今回はちょっと分かりやすい方でしたよね。うん、さあというわけでスタート、はい、闇も含め、うん、800点失う形とはなりましたが、はい、どうですか。全然マシです。あのハイパイ時点のゼロメンツはかなり脳天率も高い曲なんで、うん、それがここまで来ましたね。そう、脳天バップ支払いって結構1500点か1000点かって結構痛いんですよ、うん、地味に。それより安い800点なんで
もうガッツポーズぐらいですね。結構こう開けてみた結果、ご自分のイメージ通りですか？うん、まあそうですね。ホヤが張ってなくて、カミシモは張ってる可能性もある。うん。それは予定通りです。切れない牌を持ってきた時があるからっていうのもおっしゃってその通りですもんね。うん、そうですね。まあでもまあ人の手牌のことちょっとはね喋りましたけど、この手はそもそももう人の手は見ることない手なんで。まあ行くって言ってましたもんね、リーチが入ったとしても。はい。はい、まあ。放送、まあ、番組なんで言ったんですけど、見てる方もこういう価値ある手の時はもうそんな見なくてもいいです、うん、あそこまで周りを気にせずに、はい、自分本位で行こうと、はい、いうことですね、はいはい、キムさんありがとうございます、はい、それでは次回もお楽しみに。